さて、それでは今回は、デッドバイデイライト、クローデットモレル制作ということで、えー、動画静止画等を、えー、交えながら順番にどうやって作ったかというようなところを紹介してさせていただきたいなと思います。最初ここからです、えー。メモ帳にですね、書いて。どうやらこの立体というのは一度書けないと無理っぽいなということでメモ帳に書いてみたんですが、うーん、もう似てないですよね。 もう1枚あったかなちょっと待ってくださいね。えー、こちら。最終決定はこれでした。まあ、デフォルメですね。デフォルメかなうん、あの、似てたつもりで書いてデフォルメになったんです。で、お目玉のところを実はドクロにしたりとか、あとこう D って入れてるんですけど、デッドバイデイライトって入れたりしたらおしゃれかなと思ったんですが、まあちょっとその余裕はなかったですね。 イメージとしてはこんな感じで、もうすでに似てないんですけど、まあでも、そうですね。今回改めて似せることの難しさを知ったので、まあなんか自分なりにこう可愛らしく。で、このテーマ選定なんですけど、すっごいいろんなテーマ悩んで何を選ぼうかなっていうところだったんです。キャラクターね。で、えっ、ー、と、 何がいいかってなった時にやっぱりみんなが知ってるキャラクターがいいみんなが知ってる、まあ、アニメだったりゲームだったり漫画だったりから選びたいなというところで候補はたくさん上がってたんですけども、えー、デッドバイデイライトでどうやらこのサバイバーからはフィギュアが出ていないということで僕はデッドバイデイライトは、まあ、みんな知らないですけど実はすごく好きなんですよねだから自分が好きなものをどうせやったら作りたいしそしてちょっと珍しいものを作りたいなということで このキャラクター一番まあお世話になっている人が多いと思うんでね、これをちょっと今回は選んでみました。そして、今のイラストから起こした僕のイメージがこれです。すごいなって思います。いつも。あの、これ以上何もできなかったです。もっとこの柔らかい段階で寄せといたら後々削るの楽なんですけど、全く頭が、イメージが湧かない頭に、 で、えっ、ー、と、柔らかいんでもうイライラするから、もうこれ以上触りたくないんですよ。なんか手、ベタベタするし。もうまあ、これぐらいの感じでやめとこうかなというので、もうこれでこのまま固めました。3日間ぐらい放置して、えー、ベースを作ったというところです。さて、それではここからは、えー、YouTube に YouTube ショートとして上げた誰も見なかった動画ですね。これを紹介していきたいと思います。最初、まあ、イメージ、さっきの粘土をちょっと削って、 で,でそれから紙で一部ねあの眼鏡だったり唇だったりつけてでこれはその後からもう一度髪の毛を継ぎ足したものですねドレッドヘアーっていうのがちょっと何か分からなかったんですけどいろんな角度から見ながらどんどん作っていったと結構しあっ眉毛つけ忘れてる <laughs> しまったこの段階ではちゃんと下書きに眉毛あるんですけど完成はそういえば入れてないですね忘れてた これ、えっ、ー、と、まあ、体はさっきのまま、一番最初固めた時のままですね。こっからいけるんかなと思いつつ、これ、見てください。掘り込んで彫り込んで、なんか半日ぐらいこれをずっと削ってた気がします。よく、ここだけは僕はもしかしたらセンスがあるかもしれない。よくあんなわけのわからん塊からこの服を削り出したなと思うんですが、で、これは土台にこう、角度つけて、で、えっ、ー、と、手と、それから、あの、 工具箱じゃない。えっ、ー、と、医療キットを持ってるところ。で、できたらこう動きがあるように足、左足は後ろに蹴り上げてて、で、右足はぐっと角度がついててね、こう逃げ、医療キット持ちながら逃げてるところを、えー、こう躍動感のあるね、ものをやってみたいじゃないですか。えー、造形作家ですから。気持ちはね、なんかこういう風にちょっとプレートに貼り付けてですね。 えー、この体を作った時は意見ちゃうかなってちょっと思ってましたそして、えー、体と頭とそれぞれ、ま、と塗装し始めたところですね体はやっぱりもうなんかひぼ非凡なものを感じるんですけどねダメですかここまで <laughs> ちっちゃいんですこれねだから小さい中によくこれだけの躍動感を出したなと思うんですがまああのこの段階の動画も特に誰も見なかったですね で、眉毛入れ忘れたんですよ。もうまあまあ、メガネかけてるからいっちゃいいかな。髪の毛がやっぱり一番大変でした、塗装。なんか縫っても塗ってもやっぱ範囲が広いし、白に勝てないんですよね。意外と黒って白に勝てないんですよね。さあ、そしてちょっと映像戻りますが、これが、えー、白の状態塗装前全部出来上がったところですね。あとはまあ、組み立てて塗装するだけというようなところ。 いい感じだと思うんですけどね。まあこれもあの変わらず誰も見なかった。で、そして完成ですね。いいでしょう、このイラスト。イラストじゃないわ。赤十字のマークね。あれ、著作権赤十字が持ってるんですよ。だからこれを使った時点で多分赤十字にお金払わないといけなくて、すごいなと思ってます。えー、こんな話はいいですか。まあこれで完成ということで、僕はこの、 角度、もう,もうちょっと前からの角度なんですけど、こう、か、顔が後ろを振り返ってて、で、腕を押さえながら、カバン持ちながら、走ってるところっていうのが非常に、えー、よくできたなって思ってるんですが、まあ、こちらもね、特に誰も見ずということでした。難しいですね。造形って。まあ、造形の話じゃないんかなどうなんかな か,かなりまあ完成度的には面白い。完成度というか、面白いものには仕上がったかなと思うんですけど、あとはまあそのデッドバイデイライト税の人がいれば、ある程度こう、自分の中で補正していただいて、その見える見えるってなってくれたらなと思うんですけど、今回まあちょっと動画の手法というか、一つで試してみたのが、ハテナハテナ、ハテナ制作っていう風に書いてみて、まあ似てるかどうかっていうのをね、やっぱり似てくれば、 あの、あ、これもしかしてあれかな、これかなってなるかなということで、えー、チャンネル登録者1400人を抱える、えー、造形の王様がは、はてなはてな制作をスタートしたということで、えー、DM が1通だけ来ました。もしかしたら、デッドバイデイライトのクローデッドモレルですかって、もっとあってもよかったなって思ってます。全然気づいてもらえないし、興味持ってもらえないし、そもそも動画見てもらえないし、いやー、つ、 <laughs> もうまあまあでも、ちょっと面白かったですね。やっぱり自分が好きな、えー、ゲームのキャラクターっていうのは大きいなと思いました、うん。なんか、あの、ピッコロはそんな好きではなかったんで <laughs>、と比べればね、楽しく作れたかなと。まあ、もっともっとこうやり込むので言えば、そうですね。まあ洋服の塗装もまあ単色。一応ちょっと混ぜてはいるんですけど、 もっとはっきりと何色か入れてみたり光沢を出してみたりとかえ髪の毛もねドレッドなのでもう少しここになんかこうふわふわとした質感が見えたりしても面白かったかなとは思うんですけどあとまあメガネかなあれ針金がこうメガネの枠になってるんですけどできたらあれもえっと レジンとかプラスチックで本当のメガネにしてもよかったかなと思うんですけどなんかこれはこれで目玉が可愛らしいなと思ったので、えー、まあ何言うても眉毛描き忘れたことが今ショックでたまらないんですけどもえークデッドモレル制作まあ楽しかったけど <laughs> そうですね。なんかこういうのをやったら人気出るんじゃないんですか造形サッカーの YouTube チャンネルって大体みんなこれで鬼滅作りましたとかでわーってバズったりとかするじゃないですか。なんでうちは造形サッカーのチャンネルのに野球の動画しか誰も見てくれないのかっていうところは、いやーわからないですね。あ、でもバスケの動画見てくれてるな。あのバスケ動画がちょっと当たり引いたんですよね、この間ね。いや まあちょっとでも面白かったんで、まあデフォルメやからキラーとかももちろん自分なりの解釈で作ることもできるし、で、まあもっと言えばエイペックスの時もそうでしたけど、自分の好きな、えー、服装で選べて作れるので、まあ、試してみても面白いかなと。えっ、ー、と、この下のプレートね、これまああの何プレートっていうのかな、まあ石に近いんですけど、このプレートをまあ20枚ほど買っておりますので、まだまだいろんなものは作れるかなと思ってます。 この角度ちょっとあの何て言うんですかね僕のイメージではないですなんか僕はあの逃げてるかっこいい感じが好きなんですけどこの角度はこの角度でちょっと可愛らしさがあるかなと思って足のこう跳ねてる感じとかねで体がこう歪んでるんですよね歪んで歪んでいる斜めになりながら走って逃げてるところがいいなって思ったんですけど思ったんですけどね あまあまあでもちょっと面白いからこういった造形は順番にこの後もやっていきたいなと思ってます。えっ、ー、と、そうですね。高評価だけでも押してもらわれへんかな。1400人の人たち。1400? そうね。<laughs> まあ登録したまま忘れてるっていうパターンはもちろんあるんですよ。もちろんあるんですけど、もうあの、誰もここまで聞かないと思うんで、もう愚痴ですけどね。 うち300人からの突然1400人なんで1000人近くはおそらくアクティブなアカウントなんですよね。だから決して使ってないわけではない。まあもしかしたら優しさかもしれない。そのみんなが自分のサブアカで登録してくれたの,のみなのかもしれないです、ね、その前の300人が。かもしれないですけど、えー。まあ頑張ろう。頑張ってちょっと造形の動画もね、えー、どんどんたくさんの方に見ていただけるように。似せることももちろん、 絶対諦めないしでまあからしく自分らしく作ることもやりながらで、えー、やっぱある程度注目してもらえたら自分のオリジナルオリジナルやりたいんですよでほん、ま、オリジナルばっかり一生やりたいんですけどそれはやっぱ YouTube の世界ではなかなかどんなに実力があろうと多分そのシステム的にそういうことではないんだろうなと思っているのでまあちょっといろんな人気にあやかりながらですね、えー、最終的には えーまあ、歯車ナイツのシリーズですね。うちで言うと歯車ナイツのシリーズだったり、王様の箱も好きやったかなとか、シューズのシリーズとかも楽しかったので、そのあたりもまた、まあ、最終行き着くところはロボットをやりたいんですけどね。長いですね、道のりが。順番にちょっと制作をやっていきたいと思います。まあ、今回、クローデット・モレル、うん。やっぱり、めっちゃやったから、このゲーム。 イメージできやす、イメージしやすかったですね。それから、あの、教えてもらったんですけど、ゲーム内で360度ぐるっと回して、えー、できるので、このキャラクターを、おかげで、じゅ十分に情報は取れて、まあ、そ十分取った情報の結果、ここに行き着くっていうのもおかしな話ではあるんですけど、まあ、ここになったということで、えー、だいたい2日ぐらいですかね、石膏粘土でのクローデット・モレル製作でした。まあ、ちょっと今回は神も絡んでるし、 えまあ今後ですね、ハイブリッドな制作になったかと思います。えー、ここまで聞いてくださった方おそらく1名ぐらいしかいないかと思いますが、本当にありがとうございました。えー、ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。次回作は、ちょっと悩んでます。何にしようかなーってまた探しながらね、えー、まあすぐ近々やりたいと思うので、またぜひ見に来ていただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。 ストリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など、人気作家になりたくて必死に挙がっています。どれか一つでも興味を持っていただけたら是非、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。